おはようございます、釣り子 TV です。これついに買うことができましたよ、モンスタージャックとね、DRT のねコラボレーションのですねライザージャックっていうことで、これなかなかね売ってるとこ見かけなかったんですよね。鈴木なんかもねよく釣れている動画が上がっていたんで、あ一個欲しいなーなんて思ったんですけど、何にしろ売ってないね。で今回釣り具屋さんのブログとかねそういうの見ててね、ライザージャック入荷ですみたいに、お早めにみたいなのを見かけてね、バーッとね探しに行ったところ、一つ買うことができました。まあ書いてありますけどね、キャスティングで買うことができたんですけども、6380円ということで、まあちょっとねお高いルアーなんですけども、まあ気になっていたんでこれは買わなきゃしょうがないだろうっていうことでね、早速ね、買ってきました。で裏はこんな感じ、いろいろな説明書きが書いてあるんですけども、名前がねかっこいいですね、夜用スーパーっていうことで、これ夜用のねスーパーっていうことみたいですね。はいはいはい、じゃあね早速開封していきたいと思います。このテールとかもね気になるじゃないですか。どうやったっけな、こうか、じゃあ夜用スーパー、じゃ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 ー、おー、はい、すごいね、パッケージがね、あ、こうボディとかにね、針で不意に傷がつかないようにすごい配慮された感じ、あとテールが、曲がったりしないようにね、おお切れないの、でこれをよいしょ、はい、きたー、夜用スーパーね。まあモンスタージャックといえばこの手の形のルアーのもう元祖の元祖ですよね。昔すごい流行りましたよね。自分もねいくつか持っていたし、メガバスの IT ジャックなんかもね福袋とかで手に入れたりしたかなね。モンスタージャックという伝説のルアーがありまして、それのもう現代バージョンということでね、あーね、ジョインテッドクローとかでね、見慣れた感じですけども、それよりこうずんぐりむっくりした感じなんだろう、ほんとね持つとねすごいねちょっとボリューム感があるね、こういう感じなんですよね。あ、フィッシュアローと DRT っていう風にね、書いてありますね。でこの特徴的なテール、これがまたなんかいろいろいい仕事をしてくれそうじゃないですかね。あー、まあリップがついていますよね。これによって、多彩なねアクションをしてくれるんじゃないかなっていうことで、早速ねどんなルアーかね、これ裏に説明書いてあるかな、こう、あ、書いてありますね。ちょっとねどんな感じのコンセプトなのかね見ていきたいと思いますね。DRT チューンによるクランキングライズアップとリップレスでの表層 V 字引きという新たなビッグベイトの可能性、元祖ビッグベイトフィッシュアローのモンスタージャックをビッグバスハンターたちを虜にする DRT がカスタムチューンということですね。 DRT の魂が入ったクラッシュ9の V テールを搭載、V テールがもたらすボディの動きすぎを、制御したナチュラルアクションとシルエットは現代の擦れたビッグバスを魅了、早巻き対応のショートリップによるリアクション効果と頭から浮上するライズアップアクションがクランキングライズアップと呼ばれる新たなビッグベイトの可能性を提案、また、後方重心により抜群の飛距離と尻下がりの、浮き姿勢はリップを取り外してただ巻きすることで水面に V 字の引き波を立てて、アピールする表層 V 字引きビッグベイトとしても使うことができますということで、長さがですね 220mm、 ウェイトは 70g だよ、2.5 オンスだよってことですね。リップ脱着式、あとクラッシュ9の V テールついているということで、フィッシュアローと、DRT のコラボレーションモデル、ライザージャックという
ね。はい、というわけでね、説明読んでいきましたけども、ライザージャック、まあリップなしのこの手のルアーはね、結構まあジョイクロを筆頭にいろいろね、ダウズスイマーとかね、持っているので、これはね、リップ付きで使いたいなーなんていうふうに思っております。このリップによって、まあ最近流行りのクイッ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 クイっていうアクションとか、あとただ巻きでもこうパタパタパタってね、ちょっと直線的な動きで、さらにこのテールの制御によってね、独特な魚を引き寄せる、動きになるっていうことですから、まずもってね、ちょっとリップ付きでね、この状態で、使っていきたいと思います。でね、この針なんかもね、まずはね、この状態で使ってみて、最近のね、4本針とかね、そういうの装着してみたりとか、いろいろ試してみたいななんて思うんですけど、まずはね、こうやって一つ買うことができたんで、このね、吊るしの状態で、使ってみたいと思いますね。皆さんもこれ結構前に出たルアーだから、どんな時にどんな感じで使ったらよかったよなんてあったらね、ぜひコメント欄とかで教えていただきたいんですけども、もう間もなくね、シーバスの秋のね、やたら大きいのがね、こういうでかいルアーで釣りやすいシーズンに突入するんで、まあそこら辺で投入したいなーなんていうのとね、まあブラックバスでもね、タイミングがあったらちょっと曲げ込んでみたいなーなんて思うんですけど、これ結構ね、ド派手な夜用スーパーってカラーなんでね、どんな感じになるか、まあまあまあね、ちょっといろいろ試しながら、使い込んでみたいと思います。はい、というわけでね、無事に初めて、一つ買うことができたよということでね、開封動画作ってみたんですけども、フィッシュアローのですね、フィッシュアロー ×DRT のですね、スペシャルルアー、ライザージャック、これを一つ買ってみて開封してみたよというね、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。